しましたか？一体、あれは？なんなんだ？ここからだとよく見えないけど、かなり大きいね。高さから察するに、カセドラルシダーと関係がありそうですが。ひとまず、急いで王都へ戻ろう。近くで見るとなんだかおぞましいな。巨大なキノコの傘みたいだ。戻ったか、カーディナル様。あのカセドラルシダーにできた網目状の傘のようなものは。気づいたらできておってな。少しずつ広がっているようなのじゃ。一体何の目的であんなものが。わからん。調査は進めているが、アドミニストレーターの目的にはたどり着けていないのじゃ。それよりもキリト、北帝国では一体何があったのか話してくれるか。ああ、例のカラントにできていた種子については何か分かったのか。あれについては様々な方法で調べてみたのじゃが、分かったのはあの種子の中身が殻ということだけじゃ。か、殻ですか。うむ、中には穴があるだけで、そこには何も入っておらん。いよいよ手詰まりじゃな。そんなこともないさ。これを受け取ってくれ。これはまたもや種子か。北帝国ではカラントが皇帝の墓に生えていて、かつての女帝を蘇らせていた。そのカラントに種子ができていたんだ。ふむ、二つの種子があれば比較することができる。わしは引き続き種子の調査を行うとしよう。エルドリエと同じで、ディソルバートもカラントコアに捕らえられていた。ディソルバートの話によると、頭巾をかぶった男にディープフリーズをかけられたらしい。そのカラントコアからは種子が回収できなかったんだ。その後叫び声が聞こえて駆けつけたら、女帝カヨーデが何者かに殺されていた。なんと、そんなことがあったのか。ああ、その頭巾のやつに向かって矢を放ったらしいけど、見えない壁みたいなのに弾かれたって。見えない壁か。正体がつかめなかったことは残念じゃが、お主らやジュソルバートが無事なのであればよしだしや。そやつとはまた会うことになるじゃろう。十分に注意するのじゃ。最高司祭代理殿、我からもう一つ報告がある。聞いていただけないだろうか。うむ、聞かせてくれ。我は凍結を解除された後、最高司祭芸家の意志が流れ込んでくるのを感じた。そして気づけばキリトたちに剣を向けていたのだ。あの女の意志が。その意志はどんなものだったんだ。詳細は覚えてはおらぬ。その意識の中で我は最高司祭芸家に従うことを絶対と考えていた。それゆえキリトたちと戦ったのだ。やはりパイエティモジュールを通してアドミニストレーターの意識が流れ込んできたということか。肉体が死してもなお、その真意が一切枯れぬとは、つくづくしぶとい女よ。承知した。その件に関しても原因をできる限り調べてみる。なあカーディナル、元老院統括代理の男、ハーシリアンって聞いたことあるか。いや、ないな。そんな役職が元老院にあったような記録もない。そいつが最高司祭の復活を目指していると言ってメディナに接触してきたんだ。なんじゃと。だから調べてほしい。そうは言っても元老院は今天井に浮かんでおる。どうにもできんとは言えるが、記録にあるユニット名を閲覧してみる。とはいえ、まずは早速種子の解析から始めることにしよう。お主らはベルクーリのところへ行くのじゃろ。ええ、カーディナル様にした話をおじ様にも報告しに行くつもりです。それからキリト、
メディナ殿のご様子はいかがですか？なあ、オートに帰ってからすぐ冒険者たちとどこかに行っちゃってさ、もしかして何か用だったのか？いえ、特にそういうわけではありません。少々気になっただけです。メディナはルーリットの村での一件があって以来、冒険者たちと剣の鍛錬に赴くことが増えた。おそらく今回もそのために出かけたのだろう。皆と共にもっと強くならなければ、アリス様やキリトに私の志を理解してもらうために。今のままでは私は何も成し遂げられない。救世主様、どうしました？別に何でもない。そうですか、元気がないように思いました。私のプリン食べますか？ありがとう、でもプリンは今いらない。わかりました。なぜお前はずっと私と一緒にいるんだ？それはあなたが救世主様だからです。そうじゃない。一体なぜお前たちは私のことを救世主だと思うんだ？これは救世主様、奇遇ですね。貴様、一体何の用だ？そう警戒なさらずとも、危害を加えるつもりはございません。ではなぜここへ？第一、人界の民を脅かし世界を破滅に導こうとしているのは対策本部である。そのように思われませんか？わけがわからないことを。無能なこの兵を野放しにして表面的な対策しか行わず、あなたを否定する彼らの正義は一体どこにあるのでしょう？そして対策本部が抱え込んだ滞在人が最高司祭様を殺めたことは紛れもない真実。しかしそれには理由があると聞いた。ではなぜあなたは今彼らと離れ、仲間たちと共にこんな場所に留まっているのですか？それは一体なんだ？いいえ、あなたの正しさ、真実を見極める力に喝采を送りたくなったのです。さすがはオルティナノスケ最後の救世主だ。強く、正しく、決して誇りを失わない。なぜその言葉を？偽りの氷教会などに魂を売る必要は寸分もありません。さあ、私と共にご自身の使命を果たすのです。貴様、今の氷教会を偽りなどと言って無礼にも程があると思わないのか？無礼？最高司祭様を殺した滞在人を抱き込む集団と最高司祭様の真なる中心である私、果たしてどちらが正しく、どちらが背信の徒であると思いますか？そんなこと。俺が殺したんだ。でもキリトは私に本当のことを隠していた。うん、随分とあなたは複雑に物事を考えるようだ。さすがは思慮深いオルティナヌスケの女性というところだが、貴様、オルティナヌスケについて一体何を知っている？真実とは至極単純なもの。向き合うだけの強ささえ持っていればその手の内に掌握できる。真実に対し疑いがあるのならば確かめてみればいいだけなのです。確かめる真実を？ええ、私があなたを真実までご案内しましょう。あなたがお望みならばね。もしや恐れているのですか？あなたは真実に向き合うだけの強さを持たないと。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょうね。承知した。真実とやらを見せてもらおうじゃないか。だが
何か不審を感じれば即座に貴様を斬る。ありがたき幸せにございます、救世主様。ねえ救世主様、どこに行くの？ここで待っていてくれ。はい救世主様。それでは参りましょう。システムコール、コネクトトゥージアドレス、コーディネーツ012000。テンピラが。さあこちらへどうぞ、私の救世主様。ああここはセントラルカセドラル最上階です。なんだと、この最上階は今や天井にあるはず。私は元老院統括代理、最高司祭様より拝命を賜っています。故にこの聖域への出入りを唯一許されている。これはもしや謁見するのは初めてでしょうね。そうこのお方が最高司祭様。こんなにも美しいお方であったのか。それ以上は近づかないでください。ああすまない。声を荒らげ申し訳ありません。このムクロは目覚めを待つ非常に繊細な存在、迂闊に近づくべきものではないのです。ムクロと言ったな。ではやはり最高司祭様はここで命を落とされたのか。はい、そして今はただ深い眠りの中で救世主による救いを待っておられます。救世主による救い？ええ、それでは過去手術により今から真実をお見せいたします。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、ジェネレートクリスタリンエレメント。フュージョンエレメント。アクセストゥパストログデータ、さあご覧ください。よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。こしゃくな。今のはこれでお分かりでしょう。紛れもない真実であると。そして奴の行動に正義などは存在しない。しかしメディナ・オルティナノス、あなたは選ばれし者。最高司祭様。悪しき黒の剣士によって倒された私を復活させれば、あなたを再び配下として認めましょう。今のは一体、これはムクロでは。これは最高司祭様の残された意志です。私はこの声に従い、あなた様を探し続けていました。だが、いくら最高司祭様でもムクロが話すなど。オルティナノスケ第三代目当主タバルは、遠い過去果ての山脈より送られてきた多くの先遣隊を相手に戦った。だが彼の行動は功績を妬む一部の貴族によって疎まれ、事実をねじ曲げて伝えられてしまったとされていますね。正しきことを行ったのに、タバルは皇帝により不敬罪を言い渡され、王都を追放された。なぜそのことを知っている？あらゆる記録から抹消され、我ら一族しか知り得ないことを。
以前申し上げた通り、私はオルティナノスケに関してはよく存じているのです。オルティナノスケは汚名を着せられ、虐げられながらも真なる正義を貫く一族。そしてあなたは約束の時に現れた最後の救世主なのです。私は最高司祭様より予言を言いつかっています。予言？オルティナノスケ最後の当主メディナこそが眠る最高司祭様を目覚めさせることができる。自身の復活に手を貸せば必ずやオルティナノスケに栄誉を与えると。最高司祭様がもう一度我らオルティナノスケに栄誉を与えてくれるだと？ええ、私はあなたの忠実なる配下として復活の道の手引きを務めましょう。しかしそんなことが本当に可能なのか？それはあなたの実力次第です。どういう意味だ？今人界を追う傘の存在をご存知で？ああ、あれは一体何なのだ？最高司祭様の復活のために必要な装置です。あの傘は人界のリソース、つまり新勢力を吸収する。人界の新勢力を？はい、だがそれだけでは足りない。故に生命の花、あなた方の言うところのカラントが存在するのです。しかしカラントからは魔獣が現れているではないか。その魔獣こそが最高司祭様復活の鍵を握るのですよ。魔獣が？カラントが生み出す魔獣の天命は新勢力の塊。彼らを倒すことによってカラントは生命の果実をつける。私はカラントの種をまき、魔獣を討伐してはその果実を回収してきました。全ては最高司祭様復活のため、必要な新勢力を集めるという目的のためです。もしやあの時お前が魔獣を討伐していたのは？もちろん最高司祭様復活のためです。ですが私の手だけで必要な新勢力を全て集めることは不可能。やはり選ばれし者であるオルティナノスケ当主の力を借りることが必要であると分かりました。とはいえ強要はいたしません。全てはあなた次第です。もしもだ。まだ決めたわけではない。だが教えてくれ。私が最高司祭様の復活に助力するとすれば、一体何をすればいい？オルティナノスケ最後の救世主であるあなたは異界の戦士たちを従わせることができる。その才能を生かし、より多くの異界の戦士たちを集めて軍団を編成し、指揮官として統率を取ってください。そして魔獣を倒し、最高司祭様復活の元となる身を集める。そうだな。はい、集めた身は私の指定したカセドラルの秘匿領域へと届けてください。座標はその時にまたお伝えいたします。この使命を成し遂げればオルティナノスケは再び選ばれし者として認められ、その汚名は注がれる。民衆を導くことこそがオルティナノスケに与えられた使命、そして存在意義。しかし注意点が一つ。注意点だと？どういうことだ？各地に現れた生命の花は最高司祭様の命の源となる大切な媒介です。故にその媒介を切ることは何があっても阻止しなければなりません。でもカラントを切らなければ魔獣がまた現れてしまうのではないのか？あなたはご自身のお力を疑っておられるのですか？何？花からまた魔獣が現れる、実に素晴らしいではないですか。新たな最高司祭様の命の源が増えるというだけです。かの魔獣をまた殲滅し身を集めればいい、ただそれだけのこと。それともあなたは次々と現れる魔獣を殲滅できないと感じるのですか？違う、私はそんなことを問うているのではない。民が心配で。犠牲を恐れて一体何が手に入るのでしょうか？武に優れたオルティナノスケらしくない発想ですね。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょう。そうやすやすと決断するわけにはいかない。私は対策本部に所属している身だ。
おかしなことを言いますね、救世主様。何がおかしいと。所属とは、つまり居場所のことを指します。あの集団にあなたの居場所など最初からどこにもないではありませんか。何を。一つ私から質問しましょう。あの滞在人の隣にはいつも誰がいますか。キリトの隣。それはあなたでしょうか、それとも。わからない。人は誰しもが最も思考を拒みたい問題について考えるとき、その言葉をつぶやきます。しかしそれは凡人めいた弱さでしかありません。強く正しく誇りを失わないオルテナノスケはそのような弱さとは無縁のはず。ご先祖様はあなたにも同じことを期待しているでしょう。そしてあなたが正式なる氷教会のもと正しき道を歩まれること。正しい道。私は果ての山脈からベルクーリさんが帰ってきたと聞き、俺たちは北帝国でのことを報告するため会議を開いた。以上が北帝国で起きたことの報告になります。ご苦労だったな。いえ、おじさまに果ての山脈での警護を任せきりになってしまい申し訳ありません。そんなことはいいのよ。むしろジョーちゃんたちに人海での問題を任せているからこそこっちは動きやすいってもんだ。しかし最高司祭殿の復活を語る奴が現れたとなれば、気なくせえ話だな。本当にベルクーリさんも知らないのか。ああ、300年以上生きてるっつっても、ハーシリアンなんて名前は一度も聞いたことねえよ。そうか。カーディナルにも確認してもらったけど、ベルクーリさんまで知らないなんて。しかし、そいつには今後も目を光らせとく必要があるな。なあ、気をつけるよ。それでこちらの様子はどうですか。北帝国中に近衛兵を派遣したのはベルクーリさんですよね。ああ、戦国騎士だけで全ての魔獣に対応するのは難しかったからな。とはいえ実際に派遣されている近衛兵の数では十分とは言えない状況だ。追加の派遣は難しいんですか。近衛軍に所属している下級貴族や平民は渋々とはいえ魔獣討伐へ参加してくれた。問題は上級貴族たちだな。氷協会からの兵士の招集である以上直接拒絶するようなことはないが、何かと理由をつけて近衛軍からの派兵を見送っていやがる。このような状況においても自身の利益を優先し協力を拒むとは。まあ皇帝自身も自分の戦力である近衛軍を使わせたくはないんだろうよ。もう少しつついてみてもダメそうなら、その時は最高司祭代理殿の力を借りるとするさ。吉祥、ご報告があります。なんだ。西帝国にて魔獣の発生情報が数件入りました。住民被害の恐れもあり速やかなる対処が必要かと。西帝国でも魔獣が。わかった。そんじゃまずはその問題を手分けして片付けていくとするか。みんな協力を頼むぞ。もちろんです、ベルクーリさん。よし、それじゃあ最後の案件だが、これに関してはキリト、お前さんに頼む。了解、すぐに片付けに行くよ。だがもう一人ほど人員が必要だな。あとはいえここにいる皆には他の討伐を割り振っちまったが。分かった、誰か協力してくれる人を探してみる。メディナだ。なんだか浮かない顔だな。いろいろと心配だし、今回はメディナに声をかけてみるか。よう、メディナ。なんだ。ちょっと魔獣の討伐に付き合ってほしいんだけど、いいか。どうして私に声をかけた。いや、メディナ前にも魔獣討伐の任務をやるときには声かけてくれって言ってただろ。もしかして都合が悪かったか。大丈夫、行く。よかった、それじゃあよろしく頼むよ。準備したらまた声かけるから待っててくれ。
さてと。Wow, what a long conversation that was. I mean, all right. So we need to go to the west now. Hold on. Can we? Ooh, Celica. We can go with Celica right now. Because it's closing chapter, so it becomes something like a long conversation. Oh no, hold on. Me with them. Alright, let's go then. Here we are, new area. West. 西帝国。うう。Yeah, I can do like grinding around here. All right, let's go to the lighthouse. Let's go.Shit. Alright, hold on, where's the lighthouse? Ah, there, alright. Sorry for the cut, because I want to see, ooh, this place is huge.Ooh, I like this place. Oh, I see there's a house up there. I can go from there. Ooh, a new area, new monster. So I think this video will be long. It's not like before because that the end of chapter, a lot of like storytelling, you know, how...it will end up to this until this situation, and right now I'm confident that we will have to fight Medina at some point. She already made contact with that guy. I don't remember that guy name, and she will makeresurrect the administrator, so yeah, because that guy didn't say it, so like full story to Medina. Right, let's try to at least make some, you know, adventure video something, you know. Oh no, what?I miss? Hello? I miss my skill? Hello? What? Oh, what? What? So this is the lighthouse. Ooh.どうしたんだ? Is there something wrong? どうすか? Water pollution. Ooh. Oh, there's no fish? Are you kidding me? 引き受けるよ。ありがとうな。それで。We can help. Weird plant popping. Yeah, it must be kind of an island?Did I just hear an island? 大丈夫か? 問題ない。だけど。There's an island. So we have. Are we going to swim or is there a boat? すまない。Alright, so
It says on the island. What is going here? So it's like the island back there. Well, I don't know. Where should we go? Can we like going from here? Maybe? Wait, what? Where are we going? Hold on. Oh, new enemy. What is it? Iron Foot 4. Hello? Did I just miss again? Alright, I think I'm going to skip until we got there. But yeah, hang tight guys. Alright guys, so I think we near enough to the objective. I didn't know that I have to swim from there. I've been trying to find like a road leading to that place. Oh, what the fuck? Hey, bro. Alright, let's go. That was a long. I searched like 10 minutes. Hot. And it just running me to. Just running back to this area where I found the. I found the lighthouse. Oh my god. Hasn't died yet. Alright. Yeah, Rina can't fight this, right? There you go. よし。報告に行こうぜ。Alright, let's go. よ。Yeah, I the weather is clean again. Nice. Nice, okay. You don't have to pay me though. これで片付いたな。メディナ。ああ、すまない。少しぼーっとしてしまった。大丈夫か。ああ。別に何でもない。明らかに様子がおかしい。メディナが気になってるとすれば、例のことだ。俺がアドミニストレーターを倒したという事実。混乱を避けるために話していなかったが、やっぱりどうにかして伝えるべきなのか。Should I tell her the truth though, or keep it to yourself?I sold maybe for now. Yeah. なあ、メディナ。例のことなんだけどさ。俺がアドミニストレーターを倒したのは。それは言わなくていい。でも、話すべきじゃないのか。本来ならば、学生たちには話していないことだった。そうだな。なあ。私には、その情報を知る権利がなかった。ならば、その権利を得る努力が必要なだけだ。いや、そんな問題じゃないんだよ。だから、無理に話してもらう必要はないし、言わなくていいんだ。私はもっと、対策本部の中心に入れるような努力をするよ。重要なことを知る立場になれるように。確かに、
信じてもらうのもなかなか難しい話だしな。何よりメディナはこの前明らかに混乱していた。もし魂が崩壊するような事態になれば取り返しがつかない。黙っておくしかないのか。そうか、分かったよメディナ。でも俺は早く帰ろ。お疲れ様メディナ、付き合ってくれてありがとな。キリト、なんだ。なんでもない。なんだよ、そう言われると逆に気になるぞ。悪い。え、怒らずに本気で謝るのか。どうしたメディナ、熱でもあるのか。本当にすまない。さらに落ち込んだし、予想外にも程があるぞ。待って、お前は普段の私を何だと思っているんだ。おう、いつものメディナだ。これがいつもだと。お前失礼にも程があるぞ。なごめん、だってなんか今日ずっとメディナ様子が変だったからさ、ちょっとメディナらしくなかったから心配だったんだ。私らしいとはなんだ。なキリト、お前にとって私は。キリトにメディナ殿、お帰りなさい。よう、アリス。騎士長より調べてほしい案件があるとのことです。早急に来てください。メディナ殿も一緒に。そうか、また新しいカラントが出たとかか。あの滞在人の隣にはいつも誰がいますか。申し訳ありません、アリス様。具合が悪いのでその会議は欠席したいと思います。そうですか。では後ほど私からメディナ殿に話を伝えに行きます。え、メディナ大丈夫か。様子が変だと思ったらやっぱり具合悪かったのか。早く言ってくれれば。大したことじゃない、頭痛がするぐらいだから。アリス、悪い、ちょっと待っててくれ。ええ、わかりました。では天幕にて待っています。それはあなたでしょうか、それとも私じゃない。メディナ。なんだ。具合が悪いのを引き止めて悪いけどさ、何か言いたいことがあるなら本当に言えよ。では一つだけで構わない。一つだけ。ああ、私の質問に答えてほしいんだ。なんだ。お前はもし自分の思いと自分の大切なものを天秤にかけることになった場合、一体どちらを選ぶ。難しい質問だな。でも決まってるよ。俺は自分の大切なものを守る方を選ぶ。それはなぜ。俺は自分にとって大切な人が傷つくのは嫌なんだ。できればもう誰にも死んでほしくない。お前も大切な人を亡くしたことがあるのか。ああ、だからもう二度と同じことは繰り返したくない。その後悔をしないために俺はみんなを守りたいんだ。英雄気取りも甚だしいな。聞いていて恥ずかしいし、なんかめちゃくちゃムカつく。なんだよ、聞いといて失礼だな。みんななんてどうやったって守れるわけないだろう。なぜそんなことを信じられる、信じようとする。いいだろ、信じようとするのは俺の勝手だ。まったく恥ずかしいくらいお前の持つ正義は英雄らしいよ、キリト。お、最後だけ褒めてくれたな。質問の答えにはなったか。ああ、なったよ。私も自分にとって大切なものを守ることにする。
そっか。でも頑張りすぎてあまり無理はするなよ。そのおせっかい、ほんとムカつく。え、またムカつかれたのかよ俺。ほら、アリス様を待たせるな。わかった。そうだ、この近くで猫見つけたんだ。また餌やりに行こうぜ。メリノ、頭痛がひどくなってきた。もう行くよ。ああ、気をつけてな。さよなら、キリト。よく寝たな。キリト。アリス、どうしたんだよ、いきなり入ってきて。メディナ殿がどこにもいないのです。お前、何か聞いていませんか？え、いや、何も聞いてないぞ。魔獣の討伐とか稽古に行ったんじゃないのか？荷物も何もかも消えています。それから対策本部に連れてきた冒険者たちも。え？アリスさん、キリト君何か知ってた？いいえ、キリトも何も知らないようで。とりあえず大都内を手分けして探しましょう。ああ、結局大都内のどこにもいねえとはな。そうですか。アリス、大丈夫か？ええ、すみません、平常心を失ってしまい。もう少し広い範囲を捜索できるよう巡回の近衛兵にも声をかけたわ。不朽の壁がある以上、飛竜も持たない彼女が行ける範囲は西帝国のみだ。つまり西帝国のどこかにはいるということ？冒険者全員を連れて行ったというのは少し気になるね。あの元老院統括代理ハーシリアンという男、彼の存在が何か関係している可能性もあります。その話は何度聞いても奇妙だがな、俺も長く生きてるっつうのに奴の名は聞いたことがない。いわゆるリセットで何度も記憶を消されちまったからだろうがな。つまり彼もまた凍結されていた可能性があるということですか？でも誰も知らないのは不思議。とはいえ、今あいつについてこれ以上調べようがない。心配であることに変わりはないけどな。今はメディナ殿を探すしかありませんね。とはいえ、メディナの嬢ちゃんの捜索にだけ人員を割けるほど対策本部の現状は余裕がねえんだ。魔獣の発生情報はあれからも続いている。そうだよな。だったら魔獣の討伐とカラントの駆除を行いながらメディナを捜索するっていうのはどうだ？ならば構わねえ。討伐に出た際に何かメディナの嬢ちゃんにつながる手がかりを探してくれ。わかった、オンに切るぜ、ベルクーリさん。見つかるといいね、お兄ちゃん。ああ、みんなで討伐に出た時に探そう。メディナ、一体君はどこに行ったんだ？キリト、私も選ぶよ、一番大切なものを。救世主様、ねえ、どこまで歩けばいいの？私たちの居場所までだ。さあ、序章の開幕といきましょうか。The new chapter? Oh, fuck. Prepare to die.